不公正な取引を監視するアメリカの FTC 連邦取引委員会は15日巨大 IT 企業への批判で知られるコロンビア大学のリナ・カーン・准教授が委員長に就任したと発表しましたカーン氏は32歳で巨大 IT 企業への規制強化を提言した去年の議会会員の報告書にも関わりました 著名な規制派の登用で IT 大手による市場独占に厳しく対応する姿勢が一段と鮮明となった形です。